え、まあまあまあ、お前の言い分からまず話してくれ。だから、焼肉やからめっちゃうまいみたいな。うん。焼肉、よっしゃーみたいな。うん。焼肉、まあまあさ、ええー、まあまあ。うん。でも基本的にあれよな、なんかご褒美とかこう焼肉行って。ああまあまあ、そうそうそう、贅沢品とされがち。やった焼肉やーだって行くけど、うん、お前それはないと。まあ。じゃあなんかそのお前がなんか受験受かりましたとか、まあ、例えばサッカーの試合で優勝しました、優勝しました、じゃあ今日焼肉連れて行ってあげるねって言われた時にお前、なんで焼肉なんみたいなってこと。いや別にその感じは出さへんで、うん、まああの気使ってありがとうみたいな、でもそうそうそう、イエーイとは言うけど、そこまでなるもんかって感じ。うん、そうそうそう、そんなに焼肉ってうまい、うん、うまい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 からこうやって世間的に人気なんやろし。ああ、まあまあ、だってそうか、そうやろ、うん、だって焼き肉ってさ、字のごとく肉焼いてるだけやん。うん、いやでもお前、うん、寿司も呼んで字のごとく司を寿してるだけ。いやそれなんや、そう分からへん、一緒やん。寿司は寿司は寿司も寿司はだってさ、家ではちょっと作られへんやん。作られんの、だいぶ手間かかるやん。焼肉の焼肉、ちょ、そのさ、焼肉店の焼肉もちゃんとした炭、うん、ちゃんとしたその自家製のタレとか、ちゃんとしたその産地直送かなんか分からんけど、いい質の肉を使わないと作れへんから、うん、焼肉という、まあその肉を焼いたという事実だけはこれ作れるけど、うん、同じような味は出されへんか。まあまあまあ、そしたら全く同じではないとは思うねんけどさ、うん、なんていうの、その焼肉屋の人ってさ、うん、生肉切ってるだけやんか。おぉ、あ、手間の話。いや、まあまあ、手間の話だから、そんなにすごいものなんてなるよな、うん、なるほどな。寿司は、まあ握ってるやん、この握りってそう簡単にはできへんとかで有名やん、職人の技があるから美味しいとか、まあ仕込みとかもあるやんか、うん、だからそれに感動して、いや、感動ではないね。で、寿司を食べるときに、まあ、その、この寿司ができるまでのルーツを思い出しながら、こう。いや、そんな大層なことをしてるんですよ。この工程を思い出しながら、あの、ああ、ありがとうと。で、そんなには思わんけど。うん、シャリ作ってくれたジジイ、魚釣ってくれたジジイ、ありがとうと思いながら食うってこと。でも、それはでも、お前、うん、肉も一緒やんけ、お前。肉はそうやで。え、だから一緒やでんけどさ。でも肉ってさ、最終的になんかこっちで焼かされるやん。うん。なんで、なんていう、お祝いとか。うん。うん、って思うやのに、うん、自分で焼かなあかん。それはでも手間がかかるからや、手間が。じゃあお前言ってんのは、うん、あのじゃあ寿司食う時も、うん、あのシャリと、うん、あの魚の切り身投げるから、うん、それ自分で切ってやって食ったらええんちゃうってこと。焼肉と同じスタイルにするなら、いやだからそれ嫌やろ、焼肉と同じスタイルにさ、うん、あのまあ例えば回転寿司とかでも、うん、シャリはこう手元で自動に出てきて、うん、ネタは回ってますみたいな、うん、のして食ってください、うん、これやったら嫌やろ寿司。まあまあ嫌やろ、嫌やろ、うん、焼肉はもう日常的にそれが行われてるってことで、ね、焼いてから出してくれよ、そんなの分からんやん、焼き加減とか、うん、しゃべりに夢中で焦げてしまうこともありますやん、うん、もうそうやろもん、でもちょっと硬くてもさ、ちょっと食わなあかんとかあるしさ、うん、自分の好きな焼き加減がでもあるやん、焼肉は。あ、そうなん、あるやん、だからちょっと焼きすぎた方がいいとか、あ、怖いからウイルスがとか、だからその焼き、あんまり焼かん方がいい、なんか柔らかくていいから。なるほどなるほど、高級な肉とかだったらもうレアであるほどうまいやん、うん、でもだからその高級な肉とかいい焼肉って言うんやったら、うん、じゃあお前らの最高やと思う焼き加減で焼いてから出せよって思う、うん、どんな焼き加減で食ってもうまいですよっていうアピールかもしれない、うん、ああなるほどな。だって寿司とか、いや、うん、もうちょっと寿司でなんや、そのネタが同じ鮮度のネタ、同じうまさのシャリが出てきた時に文句言うことってないやん、うん、ない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 やんか。焼肉はでも焼き加減という左右するものがあるやん。あ、よく焼きで出してとかさ、じゃあ超レア焼きで出してくれとかさ。でもそれはあれやん、ステーキとか、うん、高いステーキ屋さんとかで高いとこに行ったら、ええとこでええタイミングのステーキ出してくれる、うん、出してくれるの、うん、やろ。でも焼肉はどこまで行っても自分らで調整せなあかんやんか、うん、全部それにしてほしいってこと。そう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 、やっぱほんまガチな高級な焼肉屋さんはもう焼いてから出してほしい、うん、俺は、うん、目の前で焼いてくれるとかでもいいし、うんうんうん、まあそうやってくれるとこもあれだと、うん、だからとにかくまあその何、普通に店でこう
うまいって言ってんのになんで自分らで焼いて食わなあかんのっていうこと。そう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 、だからそれで寿司と焼肉が同系列に扱われてんのは、うん、俺はちょっとちゃうもん。お前貴族か。違う、そういうことじゃないねんけど。貴族やん。いや、ちゃうやん。っていうな、そうっていう手間とかも考えると、うん、そんなに俺焼肉やったとはならへん。ならへんってこと、うん、寿司はさ、だってはいできましたんですよ、出されたらもうそれで食えるやん、うんうん、やったーってなるやん、うんうんうん、焼肉は生肉が入って渡されて、うんうん、焼いてる間もうなどうしたらええねんってなるやん、うん、楽しいと思うの、その焼いてる間だってさ、焼くんやったら家で焼くやん。いやけど、まあ向こうでこう用意されたものだから、そのあの場で食うことに意味がある、まあ、バーベキュー的な楽しさってバーベキュー的な、そう、楽しさも含まれてると、うんうん、寿司ってさ、うん、一人で食っても、まあ、まあうまい。うまいな。焼き肉一人で行くってなんかまあ、まあ、確かにね。ハードルは高いな。みんなでおって、なんかみんなでこう焼いて、喋りながら、ガヤガヤやって食うてみたいな。うんうんうん、そういう、なんか、ファミリー感よね。ファミリー感だ。ファミリー感よね。なんかじゃあ、あれか、その場代も込みで高級なもんというか、そういう感じ？そう、なんかな。っていうか、うん、焼肉うまいってなるくね。なんでそこまでお前焼肉を否定するのさっきから。いや別に寿司と同系列とか誰も言ってないし。え、まあ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 、うん、で焼肉の値段が高すぎるってこと。だから値段が高すぎるから寿司と同系列に見られてるってこと。やのに焼肉はなんでその生肉渡されて焼いてっていう、その自分でこれしんどいことしてわざわざ食うて、ほんでその中でも別にそんなうまないのになんで寿司と同じ値段すんねんということですか。まあまあまあ、なんかそんなイメージなんやけど。だから3000の焼肉食うなら3000の寿司食うとかやろ。そうやな、うん、俺どっちでもいい。だから5000円でも俺寿司食う。5000円の寿司、5000円の寿司食う、うん、まあ、肉ってそうだな、なんか、あ、寿司もそうや、別に。じゃあさ、1万の寿司と1万の焼肉どっち食う。気分。気分か。別に俺、カッコたるものは別にない。あ、そう、うん、いや俺全然寿司やん。なんで1万払って生肉渡されて、ジュージュージュー、ジューってせなあかん。1万も払って、なんで俺が仕事。それでもうまいかね、それでもうまいかね。仮にうまい肉3枚来たら、まあ、名前聞きでも食えるかもしれん。で、でな、普通焼き、よく焼きで食って、あ、何、どんだけ、どんな感じでもうまいわ、みたいな。うわ、すげえな、1枚の肉っても絶対なると思う。そうか。で、寿司はまあ寿司で、まあ、うわ、すげえ、もうネタも柔らかいし、うまいわ、みたいな。寿司すげえ、みたいな。同じ感動は別にある。あ、そうなんや。金払うほど同じか。焼肉行ったことない。ある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 。あるし、あの、あれよ。なんやったら、まあまあ、まあ、そんなええとか多分行ったことないかな、わからへんけど、ここ最近はないと思うねんけど、うん、まあ、一番下って言ったら失礼やけどさ、うん、あの肉屋あるやん、1000円焼肉食べ放題の続きなんよな、俺的に。そどんなに高い、どんなに高いやっても、肉屋が強なっただけみたいな。そうそう、やってること一緒やんだって、うん、で、寿司もまあ、確か一緒っちゃ一緒やん。寿司、そんなにいらっしゃるな。食べてきて食うだけやから寿司もまあ同じようなもんよ。うんうんうん。俺んちゃん同じやけど、やっぱちょっとさすがにちゃうやん。もうなんか安っぽいかーって。まあまあまあ、回るところかな。新幹線とかで来るとかさ。うん。まあ店の雰囲気とかもさ、ある程度の寿司屋やったらやっぱランクがこうちゃんと段階あるやん。うん、うん。で、肉屋の店内とさ、うん、1000円食べ放題のとこと、うん、で、そのまあまあ、叙々苑とかさ、うん、なんていう、置いてあるもん一緒やんか、あの網とかは。いやいや、全然格式が違う。まあまあまあ、そうか。さすがに違う。ちょっとそれむずいけど。肉屋とかは分からんでも、多分はその何、まあ、ゴキブリ、ゴロピゴロであろうと。風評被害が。それはあかん。いやけど、それはあかん。ジョジョ園は、うん、とかは、まあ、まあまあ、そういうのを気遣って、多分、うん。ちゃんと高いところに食べに来てるっていうのを絶対味わえる空間である。まあ、それはそうや、まあ。あるとは思うで。うん。で、うまいしな。まあ、うまいねんけどな。とりあえず、うん、多分お前の人生高い寿司食ったことが多いからやで。あ、そういうこと。おそらく経験的なあれか、うん、じゃあ今度ジョジョ園行こうや。あ、今度ジョジョ園行こう。、うん、今度ジョジョ園行ったら何か変わるかもしれない。それで、あ、やっぱ焼肉も高かったらちゃうんやってなるかもしれない。お前とも論争する必要もないかもしれない。ジョジョ園に行けば。ジョジョ園に行けば。そこ映ってるかな。ジョジョ園行きます。え、あとあれよ、映ってるわ。あ、映ってんねや。すごいな、GoPro。いや、だからあとあれよ、うん、なんだっけ、あ、そうそうそう、
だから、うん、いやほんま、悪いで、この前後輩と結構高い2人で2万ちょっとした焼肉屋さん行ってんけど。お、行った、うん、うんうんうん、テンションとね。ああ行って、いや、まあ、まあ俺先輩やしみたいな顔して、うん、全く俺焼かんかってやんか、うん、まあまあでも、まあ、また、まあ、俺焼けますよみたいな感じで追ってくれたからな、それは。いや、お前焼かんかった。お前焼かんの、いや、ま、全くやんない。1枚も。お高く止まってんじゃんねんお前。ちょ、それは、うん、でもなんかあの、まあ、あのトングを取るタイミングはなかったから、ああ気ぃ使うやん、向こうも。え、で、だから、うん、俺そういう感じもない、気性いいね。トングの刹那で焼肉焼くから、止まるやばいやん。ちょ、そういうのも俺、まあ、嫌やねんな。あ、嫌と、あのな、あれよ、あれよ、あの、うん、あの彼女と言ったら焼いてあげることの方が多いですよ、僕は。まあ、それはまあなんかそのな、世間的に見たら紳士の足しで、まあ、紳士の、まあ、下心から下心、そう、そう、最終的にはあの、あの持っていきたいっていうあれから、まあ全然肉焼くでっていう、その小さなことから始まる。まあでもカッコつけたい時は焼くやん。あ、で俺それ以外やったらほんま先輩とでも焼かへんねんか、うん、焼肉、うんうんうん、そのさっきの理念があるからな、なんで食いに行ってない焼かなあかんの、うん、俺はおもてなししてほしいと。いや、まあなんかそほんま調子乗ってるやつみたいになるから、なんかそれはそれで心外やね、うん。いや、でもまあまあお金を払ってるんだから、うん、まあその肉焼いてくれるところも含めてこう出してるつもりなんですよっていう、まあ一つの考えやん、それ、うん、まあ、まあそれに関してはまあ分からないけど。そう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 。いや、だから うん、俺の概念としてね、あくまで、うん、だからそのあ、じゃあ追加料金払うから焼いてくれる人つけてほしいわ、それやったら。ああ、なるほど、うん、みたいには思う。とりあえず、まあ俺にこの手を汚せというのかっていう感じ。そんな調子乗ってあげてないの感じ。でもなんで焼肉は結構高い贅沢なものとされてるのに、うん、自分で焼かなあかんのっていうのはほんまに思いますね。なるほどね、うん、だそういったステーキとかの方が、うん、ステーキと寿司 VS でいいや、うん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 、焼肉はその一個下のとこに俺はいると思うよな、うんうん、外食界において、うんうんうん、なるほどね、うん、まあ寿司も、うん、まあでも焼肉はでもさ、よく焼き、レア焼きみたいなさ、うん、こうなんか注文したとしたりさ、うん、まあ結構大きな、大体大きいやんか焼肉だって、そのキャパが、うん、すごい手間やと思う。まあまあそうやろな。でも、まあ、よく考えたら、まあ寿司も手間や。手間や、うん、すごい手間や。そう、焼く分をあっちでやってくれてるって話だからな、寿司は、うん、まあ、生やから、あの提供時間は短いけど、うん、まあ、だからまあこういう人もいますから、まあ、あの焼肉屋の皆さん、よかったらあの焼き提供なるものを、ね、これからね導入していただけたらとは思いますけど、なんやろ、まあまあまあ2,000〜3,000円とかやったら俺頼むわ、それ。うん、なるほどね。焼く係さん、うん、でもまあ好きなもんやし、うん、焼きたいとかは、うん、なんていう、育てんの楽しいみたいな。まあ、お前に育成の心はなくなったもん。じゃあそれやったら家で牛肉買って焼くやん。育成するぐらいなら厳選だけしたいって感じか。そう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 。それやったら家で焼肉作ったらよくない？普通に作るっていうか、プチューって焼いてタレかけて食ったらええやん。いや、何でも言うのよ、あそこでやるからいいねん。うん、でそれはバーベキューの方がええやん。じゃあ焼肉とバーベキューを比べた時にさ、うんうん、でそのみんなでワイワイやれる感があるから、やっぱバーベキューはいいやろ。お肉美味しくなくても、うん、いや焼肉の方がでもまああの、うん、手軽にいけるし、手軽にそういう環境ができる。ちゃんとご飯も食べれるし、またもたもちゃんと食えるし、あで、あの炭がバーって散る、環境が整ってるし、うまいもんちゃんと食べれるやん、焼肉や。バーベキューやったらもう何が起こるか分からない。あ、まあ、そうやな。え、じゃあ、うん、バーベキューの上位互換が焼肉ってことでいい？バーベキューの上位互換が焼肉や。あ、そうなん。じゃあ違うん、もうユニバとかのくくり。何が違う？寿司はガストとか、うん、うん、寿司は何？ガストとかラーメン屋とか、サイゼリアとか、サイゼリアとかラーメン屋とかのくくりや、うん、焼肉は、焼肉はディズニー。焼肉はエンターテインメントもあり、ダメなん、でも、うん、美味しさもあると、うんうんうん、でこっちもちょっとってかまあしっかり入れつつどっちもいけます、ね、うん、そうそう、なんならもうその寿司とかもその美味しく食べれるという要素も焼肉はもう含めてんの。あ、寿司にや。でも
でさ、おっさんがあんま焼肉いかんと思うんだ俺。どうやさ寝られんその話すんの。いや、そや、若い子しかさ、焼肉をキャッキャ言うて俺食ってないと思うね。おじゃあほんまに、でもなんか、ほんまに高いとかやったら、うん、大人は寿司、焼肉関係なく行ってると。なるほど。例えば YouTuber でもさ、うん、じゃあもう寿司食べに行ってる動画か焼肉行ってる動画どっちが多いですか。別に区別つかん。いや、それは別に人気が出るからじゃない、単純に焼肉屋の宣伝をしてるだけと。いや、っていうか、なんていう、見る層からしたら若い層が、若い層から焼肉動画と見てやってる方が見てくれると。で、俺の親父多分焼肉、いや最近行ってないと思うね。うん、全然知らんけど。まあちょっとおっさんに焼肉はきついからな。そうやろ。だからおっさん同士で焼肉屋行く、おっさん2人が焼肉屋で、うんうん、ああ私が焼きますか、ジュージューみたいな、うん、いやいや、そう今未来のこと話もからない。今未来の話でもさ、でもさ、現状おっさんが一番偉いやん基本。何の話。トランプもおっさんやし、何の話、アベもおっさんや、おっさんやけど、おっさんや。いや、じゃあ、うん、まあ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 、おっさんが一番偉いけど、そのだから日本で一番偉いおっさんが寿司と焼肉どっち食うかったら寿司と。いや、だから、だから寿司の方が。だから安倍さんが焼肉自由ってせえへんやろ、まあ、多分。いや、それはまあまあ、まあ、あの焼肉焼く人みたいな絶対おるよ。やろ、シャトーブリアンでございますみたいな人おって、あ、ありがとうございますみたいな。ありがとうございます。やってやってる、絶対やってる。うん、え、そうやろ、そうやろ、うん、だから、俺らの思う寿司と焼肉、うん、じゃあ、すっと、安倍さんが普段食ってる寿司と焼肉もう全然違うもんだよ、ね、そう、だから寿司の方が近いやんか、言うたら、うん、高級なものにより近いやん、俺らが食える範囲の方で、うんうん、安倍さんの食ってる焼肉は多分焼き専用の人が俺、絶対、うん、で、お前らの食う、しょうもない焼肉は、うん、焼肉嫌いやん。焼肉嫌いやん。お前嫌い、嫌い、今のは焼肉嫌いな人の発言や。焼き専用の人おらんやん。しょうもない、いや、しょうもないかもしれんけど、別にうまいし、米とあって食ってもうまい。うわ、俺もうまいとは思う。酒にも合うし、うん、別にもうなんかタバコ吸ってたら、多分タバコ吸いながら焼肉わー食って喋ってみたいな、うん、絶対楽しいと思うし、うん、いや、そんなに言われる筋合いないと思う。焼肉はもそんな言って、牛筋もそんな言われる筋合いないとは思って。つらみも、つらみも、まあそんなん言われてつらみや。だから、だから焼肉をそんなみんなで持ち上げる風潮は、うん、もうそろそろやめにしていこうやと。ああ、俺は思うんすね。お前の意見としては、まあ、焼肉はまあみんなその騙されてテンション上がってるけど、そう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 、実は結構もうその自分で焼かなあかんし、めんどくさいの。そう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 。めんどくさいし、そんなにうまいかって感じですよってことだよ。そうそうそう。じゃあ、その、じゃあ代わりに、じゃあ肉関係、まあ魚介関係やったら高い寿司食ったで生きれる、うん、肉関係で、高い焼肉食ったは俺からしたら結局お前、いやでもそれ高いからなって自分で焼いてんのやろっていう、うん、で肉関係やったら、やったらサーロイン食いました。そう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 、ステーキとかにしよう。サーロイン食った方がいいと思う。俺めっちゃうまいステーキ食ってきたよ、目の前でマジのシェフの人がジュワってやってくれて、うん、これはかっこええ、うん、これはマジでランク高いと思う。じゃあ今もうその、うん、この自分で焼く焼肉でテンション上がってるやつは、うん、もうお前どう考えてもステーキか寿司やろみたいな話か。まあ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 、ステーキ VS 寿司になると思う決勝は。うん、お前全国のキッズに謝れ。いや結構美味しいんけどな。全国のキッズに謝れよ、あいつらうまいと思って。いや、まあでも俺うまい、俺の主張としてはそうなだけで、うん、お前的には焼肉も寿司も同系列なんやろ。別に同系列よ。うんうんうん。てか別にそれ、も別にあの同じぐらいの楽しさあると思うし、うんうん、楽しみがちゃんとあると思う。なるほどな。で、うん、じゃあそのマイナスなわけやろ、自分で焼かなあかんっていうのはある意味やけど、うん、みんなとワイワイジュージューできるから焼き肉はいい。焼き肉全然楽しいと思う。そういう意味やな。まあまあまあ、まあそれはな、まあ手間っちゃ手間やけど、うん、まあその手間が良かったりするもんで。ああ、なるほどな。うん、でもせっかくさ、みんなで集まってんねんからさ、うん、そんななんかわけわからん作業せんとさ、寿司パッて食えた方がよくない？うん、どうかな。でもまあどっちも、もう好みの問題やと思うけどな、大衆はな。
最終は好みの問題やと思う。まあまあまあそうやと思う。そう、これ見てる人も、うん、いやその焼肉の方がうまいって言う人絶対おると思うし、まあそう、まあ、寿司の方が確かに、まあ、寿司あんま好きじゃない人からしたらそうだな。そう、この寿司の言う通りな誰が寿司やあの寿司の方が筋通ってますか。でもそのじゃあこの2人の意見を、うん、じゃあ、まあ全部まとめて、うん、完璧なもんにしたんが、まあ、さっきも言ってたけど、うん、その焼き人を焼肉に追加料金取っていいから、追加料金で焼き人がつくならば、寿司と焼き肉は同じレベルに。それは大丈夫、それは大丈夫、うん、いうことですか、うん、それは同じ値段で対等でいいと思う。うん、あくまで俺とこいつで決まった話で、でそういうことでお願いします。うん、全然俺納得いってない嘘、焼肉は同じぐらいの、まあ、別に焼き人おったら寿司は超えてくる、超えてくる可能性もある。え、超えてこんのちゃん、だってその分でも、あ、でもそうそう、焼き人がついてしまうと、うん、俺的に思ってたその、うん、ワイワイ系のな、うん、なんかがなくなってしまう、まあ、なくなると、みんなでしっとり普通に食うだけ。そうそう、焼けたね、はい、どうぞみたいな。で、しかも金も取られるから、おかしいやろ、お前としては。まあ、そうやな、そうそう、だからその焼けたねみたいな、あ、うん、これもういけるかな、いけるかな、いけんかな、いや、もうええって、それちょっと、いや、もうちょっと、ちゃうそのくだりを、人生で何百やってきてん、お前は。あれもう、もうええやろ、あれあれもう、でもな、もうええや、話と話のええや、その潤滑油になんねん。いや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 、ちょっと燃やけたからな。いや、そんな相手といかんで。いやいや、いい、でもそういう話すんのは楽しいこともあるから。ある、あるあるある、あるか。うん、そうかそうか、うん、よく焼いた方がええねみたいな。そうそうそう、なあ、お前顔黒いからやみたいな感じ。そんな、そういうなんかしょうもないこともできるわけですよ。いや、そういうとこ広がったりしますわけですよ。あ、そうかそうか、うん、そうそうそう。だからさ、じゃあほんまに親しくてむっちゃ喋りたい、とにかく会話がしたいっていう時に焼肉行かんやろ、うん、焼肉屋の雰囲気の方が、うん、あ、喋んの、ワイワイ喋る。そう、あ、そう、酒もなんか飲みやすい雰囲気というか。まあまあ確かに、まあ寿司は別に飲めるけどさ、まあ、ガチャガチャしてるしな、言う寿司ってさ、うん、そう、あの、まあお前が言ってるその何、うん、何っていうかな、回転寿司じゃない、うんうん、けどまあ、うん、ちょっと格式ばったところでさ、うんうん、ジジババしかおらんよ。まあ確かにそれは否めんかもしれんな。結構その年寄りとか急に開くもんな、こう、まあその多分高収入であろうおじさん方みたいな、うーん、とかそれに連れてるお姉さんみたいな、なんか明らかに騒がしくする雰囲気じゃない。まあ確かに確かに、だってもうほらその、まあ、目の前のさ、うん、寿司カウンター、目の前の寿司フィールドでさ、うん、寿司握ってるおっさんもさ、もうお前ら喋ったら殺すぞみたいな、まあ、顔でさ、こんなしてるから、うんうん、焼肉はなんかさ、お前らしゃーみたいな、こんなとこも4000、まあ、5000の食べ放題とかだったら、もうなんかさ、すごい喋りやすい、うん、で酒も進むし、ガヤガヤしてる方がさ、自分なんかちょっと大声出して気持ちよくなりやすいみたいな、うん、まあまあ5000円ぐらいで比べた時に、まあ絶対そうよな、それは、うん、まあまあそうやな、うん、そうやと思うな。まあ確かにそういう意味では焼肉はそこは優れてんねんけど、うん、だからこそやっぱりちょっとこう庶民的なご飯じゃない、焼肉っていうのは。うんうん、庶民的やと思うけど、うん、どっちが美味しいかっていう話は別に、いや、まあまあまあ美味しいはな、それは好みやと思うけど、使えへんと思うし、でどっちが上っては別にないと思う。じゃあジョジョ園は、うん、俺行ったことないねんけど、うん、ジョジョ園って騒いだらあかんの？ジョジョ園は知らん。ジョジョ園が一応トップ。でも騒がんでも、いやだから騒いだらあかんかもしれんけど、ジョジョ園は多分もうお前の言ってるクソうまい寿司に貼るほど絶対うまいよ。うん、いや味の話は別に好みの問題になっちゃうから、うん、俺はちょっと違うかなと思うんだけど。あ、ほんま。でも、まあ、その庶民性がなくなったとしても、うん、あそこまで行ったらさすがにもう感動よ。ジョジョ園行こうじゃん。ジョジョ園行こう。ジョジョ園行ってきます。ジョジョ園今度行きます。うん。